結構、ね、固まってるの分かると思います。はい、このねご飯がねもうね世界一うまい、もうつまめるぐらいの硬さになってるんですね。はい、どうも料理のお兄さんリュウジです。どうも、ということでですね、今回はツイッターでもね話題になりました、卵黄のね琥珀漬けっていうですね、僕ねめちゃめちゃ好きなレシピがあるんですけども、これねめちゃめちゃ簡単にできるんですけども、あれ どんな風に作ったらいいのっていうような声もいろいろありましたので、今回はですね卵黄の琥珀漬け、これをですね、今から作っていきたいと思います。めちゃめちゃ簡単なので今からやっていきたいと思います。材料はこちらになります。まずですね、卵が2つです。 お醤油大さじ1半、酒小さじ1、みりん小さじ1、あとですねこちらです。はい、これ必ず用意してください。味の素です。これで旨味が足されてめちゃめちゃうまくなるんで、はい、それでは早速作っていきたいと思います。まあね、ほんと簡単なのでね、目を離さないように、しといてくださいね。はい、まずですね、手頃な小皿に卵黄が2つ入るぐらいの、あんまりでかくないものの方が好ましいです。つけるのでね、あんまり平たい皿とかだと全部つからないので、で、こちらですね、お酒、みりんですね。で、これですね、みりんと酒にアルコールが入ってるので、このままだと、まあ、お子様とかに食べさせるのにちょっとあれなので、もしアルコールがない方がいい場合はこの状態でレンジで、まあ、1分弱ですね、レンジでチンしてあげてください。そうするとアルコールが飛んで食べられるようになりますので、はい、僕はこのままいきます。アルコール好きなのでね、今回はこの状態でいきます。で、お醤油です、入れます。で、ここにですね味の素ですね、はい、1、2、2振り入れます。もうこれなぜ味の素を入れるかっていうと、やっぱね、旨味をね足したいんですね。これを入れることによってね、本当にね卵黄に旨味が入ってですね、漬けた時にまるでねイクラのようなね旨味がですね出てくるんですよ。これがね重要なんです。めちゃめちゃうまいですからね。これ余談ですけど、これイクラを漬けてもうまいです。で、今回ね卵黄だけ使いますので、こんな感じでですね卵白を取り除いていきます。このタレの方にですね入れていきます。こんな感じですね。で、この余った卵白はお味噌汁とかに入れていただいてもいいですし、2個分をご飯2000分ぐらいにですねかけてラップしてレンチンして混ぜると、白身とご飯がですね混ざり合ってですね、タンパク質が豊富なご飯になりますので、そういうように使ってください。これは、はい、あとね、なんかラップかなんかにくるんで冷凍もできるんでね、余すとこなく使ってくださいね。で、こんな感じで浸かりましたらですね、ラップをしていくんですけども、ラップもですねなんかねちょっとね浸かるような感じで、こんな感じでね、密閉するような感じでね、ラップを汁の方につけてあげるといい感じで浸かるような気がするので、今回はこんな感じでやっていきます。で、この状態でできればね、3日ぐらいつけていただくのが一番ベストです。1日とか2日とかでも美味しくいただけます。ただ3日つけるとこのね水分がねすごく出て、かなりねねっとりした感じになるんですよね。言うなればね、まあ味はイクラなんですけど、食感的にはねちょっとカラスミみたいな感じになるんですよね。その状態が僕は一番好みなので、あとはお好みに合わせて変えていってください。1日でもいいし、2日目でもいいし、3日目でもいいんですけども、3日目ぐらいで、食べきっていただくのが一番いいと思います。一応ね生卵なんでね、はい、これをですね、漬けたものがこちらになります。1回やってみたかったね、このね料理番組的なねこれ撮ってみましょうか。はい、こんな感じですね。これがですね、まあ、ちょっと今回漬けたのね2日行くか行かないかぐらいですね。もうね見た目全然違うの分かりますか。これで、2日目だと少しね黄身のトロト感もあって、あとはね周りが少しね水分が抜けてゼリー状に固まっているような感じになりますね。これでこの状態でもとっても美味しいです。これをですね今回、食べていこうと思うんですけども、まあ、これはねちょっと、後日ね僕がお酒のつまみにします。今回はですね、こちらに、ね、白米を用意させていただきました。はい、こちらにね乗せて、食べていきます。ちょっとスプーンで1個取りますね。見てください、これ結構、ね、固まってるの分かると思います。はい、こちらをですね乗せて、あ、いいっすね。でですね、この漬け汁がすっごい美味しいんですよ。周りにかけていきます。このねご飯がね、これ世界一うまい。これ、はい、こちらでですね、卵黄の琥珀漬けの完成です。はい、それではですね、できましたので早速食べていきたいと思います。今日はですね、おつまみとしても非常に優秀なのでちょっとね、用意しちゃいましたからね、日本酒の方をね
まず卵黄の部分だけ。おお、これね、わかりますかね。もうね、卵黄がね、こうつまめるぐらいの硬さになってるんですね。はい。ちょっとね、2日目だから、2日ぐらいだから、まだね、トロッと感がありますね。じゃあ、まずはこの琥珀漬けだけでいただきます。あ、これはね、これはまあ僕ね、あの前もやったから食べたことあるんですけど、うまいっすね。僕ね、お醤油とかだけでやったこともあるんですけども、まあ、ちょっと、まあ、僕の個人的感想ですよ。もう段違いですね。まあ、僕はね、あの普段から味の素すっごい使うんですけども、これはね、あのやったことある方もいらっしゃると思うんですよ。これ有名なレシピなので。ただですね、味の素使ってやったことがない人多いと思うので、これやってみてください。うまみがギュッとしてね、本当にね、イクラとかカラスミとか、あのそっち系のですね、魚卵系のうまみのようなですね、あのうまみがね、すごい蓄えられてますね。これね、非常に美味しい。じゃあちょっとね、今回は漬けた醤油もね、すごくね、旨味がたっぷりあるんですよ。この醤油をかけたご飯とともに、いただきたいと思います。超高級卵かけご飯みたいな感じで、いただきます。いや、常備したいですね、これね。ローテーションで組んでいきたいね。3日漬けたら食べて、またその時に漬けるみたいな。これはね、本当に美味しいですね。このね、卵黄1個でね、ご飯で、ね、1杯分も全然いけます。ただちょっと今日お酒があるので、ちょっとこれをちびっとやって、いや最高ですね。で、今回はですね、アルコール抜かないで作ったんですけども、アルコールの嫌な味を全くしないですね。なんですけども、アルコール分はね、少し入ってると思いますんで、例えばお子さんに食べさすとか、すごくお酒が弱い方とかは、アルコール分をレンジで飛ばしてやってくださいね。これね、ただですね、ものすごく美味しく仕上がってます。一回ね、このレシピで作ってもらいたいですね。あのお醤油だけで漬けるとかっていうのはよくあるんですけども、これはね、僕があの結構あのイクラとかもたまに漬けたりするんですけども、イクラを漬ける時の漬け汁なんですよ、これって。なので、それで卵黄をつけてたらめちゃめちゃうまいんじゃないかなと思って、やったらめちゃめちゃうまかったですね。いや、これね、本当に美味しいです。一回やったらこれ抜けられます、なくなりますよ、これ。はい、今噛んだねまあでも噛んだのをそのまま使っちゃうのが僕の、YouTube なのでね。はい、ということでですね、皆さんぜひこちら超おすすめなので、ぜひやってみてください。今回のお料理美味しそうだなとかですね、やってみたいなとか思った方は、ぜひチャンネル登録および高評価よろしくお願いします。